でまあ名越さんはレースからアクションそしてまあ戦闘着物まで、はい、ゲームのあらゆるジャンルへの取り組んでこられていますけども、はい、その中でまだ取り組んでいきたいジャンルだったりとか、名越さん自身がこのゲームはあのホームだなというか、うん、そういう感じるこうジャンルとかっていうのはあったりしますか、うん、なるほど、まあ、これも入社して以降のラッキーですけど本当にドライブ格闘、はいはい、うん、パズルもやったし確かにフライトシミュレーターもやったしアクションもネットワークアクションもやったしまあ本当に、まあ、いろんなものが経験できたのはすごくありがたかったと思います、はい、まあ、この業界、まあ、いろんな会社があっていろんなチームがあるので、はい、入社して何年かどころかじゃない、まあ、20年ぐらいで何のゲームやったのったらもうこれしか作ったことがないっていう人も意外といるんですよね、うん、それはそれで、大事なことなんですけどでも僕も飽きっぽいんで意外といろんな経験ができたっていうのはすごく嬉しいですよ、うん、ただ知れば知るほど他のことをやりたいっていうか あとは、まあ、リューダーボトルなんかもそうなんですけど、はい、そもそも、まあ、大きな括りで言えばアクションアドベンチャーっていうジャンルに入るんですけど、はい、じゃあキャスティングしなきゃいけない理由は何なのとか、うん、楽曲もメジャーなアーティストの方にお願いしなきゃいけない理由って何なのとか、はい、で僕がリュアゴトを始めた時に、まあ、ある種批判的に言われたのはゲームにそんなもん必要ないじゃんってのもまず言われたんですよ、うん、で誰が決めたんだそれみたいなのがあって、はい、言われれば言われるほど僕は違和感があって、はい、でもあなた映画を見に行くときに誰が出てるとかどの監督が撮ったっていうところを動機にしてないのって言ったら、うん、まあ一応してると、はい、同じことじゃないの、はい、ゲームだそのモチベーションは応用できないって誰が決めたんだと、はい、言われれば言われるほどまた僕の中で火がついて、そういうこともゲームは遊ぶという動機にしてみせるみたいなのがあって、はい、やっぱそれはよりこうスケール感の大きいゲーム制作につながっていったりもしたんですけど、はい、ただ僕はやっぱどっちかというとそういうこれはないよねって言われたものをあるって言わせたいタイプ、まあ、ちょっとある種こうへそが曲がってるところもあるんですけど、はい、そういう意味で言ったら、まあ、今トレンドの一つとしてオンラインゲーム、はい、いろいろありますけど、うん、まあどちらかというとスマホというよりは、まあ、家庭用のコンソールゲームにおいて、まあ、新しいタイプのオンラインゲームって、まあ、もうそんなにあと何作も作れないとしたら、うん、一度はこれだっていうのを手掛けてみたいなと思います。それはぜひプレイしたいです、はい、もうちょっとへそ曲がりが作るとこんなものができちゃうんだみたいなのをやっぱりやりたいでしょうねそれどっかで見たようなものはやっぱりやりたくないんでへえ、それすごい面白そうですねうわすごいちょっとぜひその時はやってください、ぜひぜひはいいやすごい、はい、そしてまあジャッジアイズが、はい、あの発表にあたり、プレイヤーはまた再びカムロ町に戻ってくるわけなんですけども、うん、もう一度あのカムロ町に戻るっていうのは何か背景が あったりするんですか。まああの龍が如くの中でいくつかそのもうお決まりのアセットっていうものがあって、一つは主人公が桐生一馬であること、はい、もう一つがやっぱカムロ町という町が舞台であること、はい、まあ、もちろんバージョンによっては他の町が出てきたりもしますし、はいはいはい、たくさん他のサブキャラクターも出てくるんですけど、はい、でもこの2つ絶対なんですよね、うん、でそれはそれでいろいろなお話ゲームシステムでこうエンターテインメントとしては広げてきたんですけど、でも基本的にそのやっぱ桐生一馬っていう存在が魅力的であるがゆえに、はい、桐生にはさせられないこととか、あの言わせられないセリフとかいうのがやっぱりどうしてもあるんですよ、はい、まあ、もちろんゲームの中でシナリオでなくてあの遊びの面で言えば、まあ、キャバクラで女の子届いたりカラオケ行ったりしますけど、はい、ドラマっていう面において言えば、うん、やはりどうしても、うん、やっぱ外せない枠があるんですよね、キャップがかかってるというか。で一方で僕らもこう何年ももう10年超えてきてそのシリーズをやっていくと、そのアセットカムロ町というアセットだけを考えたらもっといっぱいいろんな遊びが提供できるなっていうのはみんなが思ってたんですよ、はい、
ただその遊びって龍が如く騎龍看馬というものを使った場合において必要なのかって言われたらやっぱ必要がないものになっちゃうんですよ、はい、でちょっともったいない、もっと違うものになればいいのにっていう、はい、僕ら作れるということを証明できるはずなのにみたいなのがあって、はい、まあ、一種のストレスですよね。あ、でそれはどこかの機会でやりたいなっていうところの中で、はい、まあ、龍が如く6で一旦桐生一馬のお話を終了させるという決定をした時に、はい、うん、ここだというところで思い切って、はい、じゃあそれ用にシナリオを書いて、そういう遊びが存分に体験できる、はい、ドラマと、まあ、設定ですよね、はい、を一生懸命考えてっていうのがジャッジアイズなんですよ。なるほどです、はい、確かにあの木村さんがすごく、はい、ジャッジアイズの主役あの矢神として、はい、ホームレスの格好してる時にこれ桐生がやってたら結構ショックだなみたいなとか思ってたんで体験もやる、まあ、木村君やっててもショックだと思います。ショックというかすごくあの主人公として斬新だなと思ったのはすごくあのなんか鮮明に覚えてますね。まあ、でも桐生一馬と同じく、まあ、はい、なんていうんですかね、矢神というキャラクターをどう作るっていうことと、はい、今回木村さんっていうものを、はい、こう抜擢させていただいたっていうところの、うん、なんですかね、うん、悩みというか、あ、あの紆余曲折はすごく面白かったですよ。大変でしたけど。そうです、はい、だからやっぱりこうかっこいいし、なんだかねって最初会った時もすげえかっこいい、やっぱ半端ねえなっていうのはすごい、はい、思ったぐらいですけど、一方でこうやっぱそこをあんまりこう変に捉えすぎて、やっぱ木村さんに対してこう忖度したな随分って言われるのも、なんか龍が如くチームちょっとなんか昔に比べてなんか角を取れちゃったんじゃないのって言われるのは嫌だし、だったらでもこれやっちゃったら木村さんは怒るっしょみたいな話もある、で怒られるなんもなんじゃねえのみたいな、だからそういう会話を何回もしながらと言っても、まあ一応向こうにはあの事務所の方にはどっちをこう承認をもらったりしながら、はい、うん、ただ何ですかね、僕が思った以上に、スムーズに進みましたね。なので、はい、意外と彼自身もそうなんですけど、あの結構チャレンジしたいんですよ、うん、もっといろんなことを言って、はい、もらいたいし、いろんなことをやっていきたいというか、はい、ビートたけしさんもそうでしたよ。 はい、あの年になってもすごい、はい、いやこれもしもよかったらこういうのどうすかっていう、はい、僕らはもう本当にちょっと恐ろ恐ろ言うんですけど、いいじゃん夜、はい、ああ大丈夫なんですかなんかそれがなんか自分の、はい、まあもちろんキャラクターっていうのは大事にされてる人ばっかりですけど、でも、はい、それは大事にした上で、その挑戦の後に何か得るものがあるっていう予感があれば、はい、結構皆さん割と寛容ですよ、うんうん、まあ、ゲームだからそれが許されてる部分があるとしたら、それはそれでゲームのメリットですしね。そうですね、うん、はい、ゲームが一番そのタレントやキャラクターに対して攻めてるメディアなんだって言われたら、僕らもまたものを作った価値があるし、はい、うん、ぜひそう言われるような攻め方をしたいなと今後も思います。お、はい、で、まあ、龍が如くジャッジアイズ の、 あの世界ではですね、素晴らしい皆様 の、 あの仕事によりジョイサウンドさんだと実在するブランドがあの作品に多く取り入れられて、大変多く取り入れられてると思うんですけど、こういったそのゲームの中に実在するブランドを入れていくっていうのは、うん、はい、そういった意味です大変な面とかってやっぱありましたか。まあアライアンスをやっぱり一個一個組まなきゃいけないので手間は正直かかりますけども、龍が如く1の時に本当にタイアップできたのって、まあ、ドン・キホーテさんはそうでインパクトでかかったんですけど、もう本当に数える、あとは残り数えることだったんですよ。で結局楽曲も取れなかったですし、他もの実はねいっぱい行ったんですけど結構ねやっぱダメだったんです、理解してもらわなかった、なぜなんだと、なぜ必要なのみたいな。だから僕はでもその中で当時十数年前に、もう今画面に出てるこの看板全部実在にしたいんだ俺は、はい、もう
あの嘘っぱちの世界にいるんだっていうところが、うん、この一つ一つに現れちゃうから、はい、もう何だったらもう全部でいい、うん、っていう話を昔したことなんですよね、はい、で竜王徳5ぐらいの時がピークで150何社やったりしたんですよ、はいはい、多分僕分かんないですけど申請したらギネス記録かもしれないですよね、一つのコンテンツで絶対多分取れると思うんですよ、はい、なので、まあ、そこまで来ちゃったぐらいの、でもうやっぱそこは街を歩いてる、 今の生活してる街を歩いてるって意味で言うと小さい効果だけどやっぱ量がでかいと、うん、やっぱこう現実感っていうのはやっぱ半端ないと思いますし、すごかったですね、うん、そこはこうやっぱり最初はできなかったから余計それが徐々に看板の数が増えていき、現実感がちょっとずつ、その現実の街の温度感がちょっとずつ上がっていく感じっていうのは、はい、やっぱ見てて僕もすごく嬉しかったですし、ワンツースリーどんどんやっていくたびにすごく実在するものが増えていくじゃないですか、はい、そのたびにやっぱりカムロ町住みてえなとか思いましたもんね行ってみたいなとかすごい思いましたね、当時中高、まあ、高校生とかだったんですけど、うん、まあ、20歳超えてからもうずっとやってると桃源郷行きたいなみたいなのはすごい思いましたけどね男なんで、まあ、でも最初は本当に体力取るのも大変で、もう説明してもダメで、本当ダメだ、ダメだ、ダメ続きなんですけど、もう中には本当にね、まあ、どこの会社ってやっぱ言えないですけど、はい、いや用があったらこっちから言うからみたいなことで、もうパンパンって言われちゃうんで、蹴られるというか、おととい来ますみたいな感じで、はい、でもそれが何年か経って5年、竜王徳3ぐらいかな、はい、の時に、そのある会社の広報の方とプレゼン資料を持って、はい、まあ、全部当時一社一社僕行ってたんですけど、でここでって言ったら、ああもう大ファンなんでぜひって言われた時に、はい、その時初めて、ああ売れたんだと思いましたね、結果は出てたんですけど、はいはい、セールスとしてはいい結果が出てるんで当然、まあ、バージョン続いてるんですけど、はい、そういう時にやっぱ人間って初めてああって思いますよね、ああ俺これこの作品は成功したんだってやっぱ思いました、うん、いらねえ一昨日恋がぜひって向こうに言われる瞬間っていうのはやっぱりね結構涙が出そうなぐらい嬉しいですよね、はい、続けてよかったというか求められる、ね、そうなんですよね、はい、それは本当嬉しいと思います、あ